皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。はじめましての方ははじめまして、マーブルと申します。この動画はオープニングなしのリアクションメインの動画になります。本編後の感想も短めです。少しでも多くのアニメを見るために、今までとやり方を変えております。それでも大丈夫な方は最後までお付き合いください。カウントダウンの後からスタートです。3、2、1。スタートです。時報？なんかすごいダークホース感があるよね。目立つわな。でもなんかこのエマさんすごいふわふわ感があって可愛いよね。会場を盛り上げたのね。お腹に？お腹？胃に来てる？大丈夫か？道は楽しそうやな。あ、そっか。あの時は一人だったんだよね。今は違うよ。変えてくれたんだね。みんなの声聞こえてる？おお！でもエマさん。あ、でもまとめてるか。もうちょっとこう一つにまとめたりしないんだね。気合だね。すごいひねった。早いね。翻弄してるね。ちょこまか動かば、動かれる方がね。なるほど。面白。すごいよね。惜しいな。なんか背の低い相手にも高い相手にもそれぞれ対策があるんだね。
ルーキーだからね。うん。切り替えが早いよね。うん。まあ、そりゃ時間かかるわな。え、それが何？うん。なるほど。そういうことか。そういうことが言いたかったのね。エマの餌食。ああ。なんか毎回楽しそうなんだけど、未知とはまたちょっと違うタイプなんだね。すごっ！体柔らか！ああ。うん。なるほど。はあ、そういうタイプなんだ。うーっと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 。おお、危ない危ない危ない。あまねさん。巻き込んでる。大丈夫だった？おお、なんちゅうポーズで固まってんの。危なー。抱きしめちゃった。ねえ、よく止まったな。うん。吸収力がすごいのかな。ああ。伸びしろがでかいんだな。なかなか、空恐ろしいね。ああ、一番？やっぱ世界は広いよね。技あり？場外だね。
なるほど。うん。姫の先輩が。や、うん、そうだね。すごいよね。こっちも吸収力は早いんだよな。吸収力早い者同士の戦い まあ、ルーキー同士なんだろうな。いい戦いしてるよ。みんなの技が みんながやった技がいろいろ吸収しているね。ほわー！リセットさせて。うん。萌え萌えと独特。あ、楽しいことは楽しいんだね。よかったよかったよかった。どうなる？お？ほう。もう足の動きがすごい。決まるか？どうなってんのこれ。すご。うわわわわわわ、逆に。なんかすごい、すご、ええー。取られちゃうか、これは。ああ、これは一本だね。うん。すごい戦いだったな。うん、ぶつかり合ってたわ。うん、素晴らしい勝負だった。燃えたか。よかったね。まあ、そんなにうまくはいかないか。まあ、夢を大きく持ちたかったよね。でも、これで、全部が終わりなわけじゃないからさ。道が？いやー、すごかったよ。葉にならないんだよね。ありがとう。うん。いやー、その言葉に救われるよね。仲間の。悔しかった気持ちっていうか。いろいろあったけどね。あ、あるだろうけどね。うーん。これをバネにするんだ。そっか、ダグモちゃんがね、まだ出てなかったもんね。まだまだある。
みんな。そうだよね。そうだね。そして豚骨ラーメン。言ってたもんね。ことこさん？あ、そっか、そうだよね。まあ、それでも悔しいよね。さないちゃん。ああ。気遣いができるからね。そうだね。そうだね。そうだね。やりきったってなれるよね。先輩からの言葉はありがたいね。どんだけ食べてんの？いやー、食べたくなるじゃんか。そうだよね。顔出ししてたまにトレーニング付き合うとかっていうのは別に、あら。ああ、やっぱり根に持ってんな。ここ合いそうだな。ビューティフォーって。いいね、こうやって素直で褒め合って。こうやって強引にでもね、ぐいぐい友達になれるのすごいよね。距離感を詰めるのが。うちにも鬼って。小さいエマね。わかるわ。あ、来た。夏目先生。そのギャップ。生徒の前では見せないのね。いいね。こうやって
刺激を与え合うのがね。うん。自他共栄か。うん。いや、楽しいのが一番よ。ほんとね、そう思うよ。エンディングかな？ほんとに魅力的な子だよね。まあ、みんな魅力的なんだけど。なに、これはみんなで、夏に、あれかな？夏にっていうか今夏か、きっと。大会の後に、海行ったのかな？すごい続き見たいな。まだまだきっといろんなドラマがあるよね。なんだ？ビーチバレーか。なんかサナエちゃんすごい格好で倒れてない？楽しそうだね。青春してるね。次はね、なぐもちゃんもね、参加できるもんね。あー、終わっちゃったー。あ、Cパートがありますね。うん。みんながいてね。みんなと一緒にできてよかったよね。次、秋か。みんながいたからね。最後の一本。もう一本いきますかって。ああ、やっぱりね。言うと思ったわ。ご視聴ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ああ、え、なに、最後だけエンドイラストがあんの？テレビ放送だと、毎回エンドイラストあったのかな？はい。もう一本13話ですね。見終わりました。ということで、もう一本、最終回見終わりましたけれども、いや、なんか振り返ってみてね。なんか最初から最後まで一貫して、なんかみんなで楽しく柔道をっていうなんか、感じだったよね。未知の性格もあるし、なんかこの精神が中心にあった感じがしますね。いや、なんかたくさん感動できましたね。いろんなドラマがあって、
教えをしている中に階層があったりして、それぞれのねバックボーンだったりが描かれたりして、なんかそういうのを見ちゃうと、なんか主人公たちだけじゃなくて相手側のね人たちも応援したくなったりして、このいろんなドラマにね、いや試合ですごい白熱するのもそうなんですけど、そういうねそれぞれのドラマにも泣かされたりとか感動しましたね。あとなんかその先生がね生徒にかける言葉もね毎回結構心に響いて感動しましたね。なんかその先生の言葉もね、柔道関係なく見てる私たちにもハッとさせられる言葉だったりすることが多くて、あーなんか私もこれを胸に刻んで忘れないようにしようみたいなね気持ちになりましたね。なんか私はそのもともとそんなに柔道詳しいわけでもないし、体育会系の部活に入ってたわけでもないし、こういうなんかね勝ち負けが決まるようなね大会とかも出たことがないので、まあ完全に同じとは言い切れないんですけど、なんか私もその舞台とかねやったりとかしてて、やっぱり舞台本番前ってセリフとちったらどうしようとか、セリフがなんか抜けちゃって真っ白になったらどうしようとか絶対考えちゃうんですよね。そういうのでやっぱりなんか緊張してね思うように体が動かないみたいになった時に、やっぱりなんかその先輩とかね先生とかがね、もう舞台を楽しもうって言ってくれるのが、なんかすごいこのやっぱりなんか勝ち負けとかはなくても、こういう柔道の大会とかこういう本番っていう、本番で何があるかわからないっていう、なんかピリピリとした世界観にちょっと似てるなというかね、似てるところあるなって思ったりもしましたね。なんか緊張しすぎるとね、ほんと体が思うように動かなかったりして、普段の自分のねいいところとか本来出せるものを出せなかったりするので、そういうのってやっぱり似てますよね。柔道でも舞台でもそうだし、なんかやっぱりそういうのって楽しもうっていう気持ちになることで、まあとちっちゃったりするかもしれないけど、でもそういうのを気にせず、まずこの舞台を楽しもうみたいな、なんかそういう気持ちをねなんか思い出させてくれたなみたいなのもありましたね。でもやっぱりそのね勝ち負けがある世界だからね、まあこれで負けてもまた続きがあるとか次があるとか、こういう風に思えるのってすごい、絶対悔しいとは思うけど、そういう風に前向きに捉えられるってすごいことなんだなって、の未知の性格を見ててね、すごいなんか見習わなきゃなって言ったらあれだけど、あそこまで多分見習えないとは思うんだけど、でもなんかああいう風に前向きに転換することってすごい大事なんだなって思いましたね。いやまだまだね、南雲ちゃんもね大会に参加したりとかしてないし、いろいろ続きが見たいので、シーズン2がねありましたらまた見たいと思います。いや楽しみですね今からね。ということで、もう一本13話、最終回ご視聴ありがとうございました。シーズン2がね出た時はリアクション動画やりたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。